私たちの体を守る重要な防御システムである皮膚とリンパ系、その驚くべき相互作用と機能に迫ります。皮膚は単なる外皮ではなく、複雑な構造を持つ生きた臓器です。最外層の表皮は5つの層に分かれており、最も内側の基底層で新しい細胞が生まれ、128日かけて角質層まで押し上げられていきます。この過程でケラチンが蓄積され、強固なバリアが形成されるのです。表皮には血管がないため、栄養は真皮から供給されます。真皮は皮膚の厚さの約 90% を占め、コラーゲンやエラスチンなどの繊維が網目状に絡み合っています。これにより皮膚に弾力性と強度が与えられるのです。真皮には血管や神経、リンパ管が豊富に存在し、皮膚の代謝や感覚機能を支えています。皮下組織は主に脂肪細胞で構成され、断熱材やクッションの役割を果たします。この層の厚さは体の部位や個人差が大きく、栄養状態にも影響されます。皮下組織が薄すぎると寒さに弱くなり、厚すぎると循環障害のリスクが高まります。ここで注目したいのが、皮膚とリンパ系の密接な関係です。リンパ系は血管系と並ぶ体液循環システムで、全身に張り巡らされています。その起点となるのが、皮膚や角臓器に存在する毛細リンパ管です。毛細リンパ管は血管から漏れ出た体液や老廃物を回収する役割を担っています。毛細リンパ管の構造は非常にユニークです。内皮細胞が重なり合って形成されていますが、その接合部は緩く、一方向弁のように機能します。これにより組織液は容易に毛細リンパ管内に流入できますが、逆流は防がれるのです。この仕組みにより1日約2リットルもの体液がリンパ系に取り込まれます。リンパ管に入った液体はリンパ液と呼ばれ、徐々に太いリンパ管へと流れていきます。途中リンパ節を通過する際に異物や病原体がろ過されます。人体には500、600個ものリンパ節があり、免疫システムの重要な拠点となっています。リンパ液の流れを促進するのが骨格筋の収縮や呼吸運動です。リンパ管には心臓のようなポンプ器官がないため、体の動きに依存しているのです。このため運動不足や長時間の同じ姿勢はリンパの流れを滞らせる原因となります。皮膚とリンパ系の健康は密接に関連しています。リンパの流れが滞るとむくみやヒットラブルの原因となります。逆に皮膚に傷や炎症があると、そこからリンパ系に異物が侵入するリスクが高まります。体液循環を促進するためには適度な運動やセルフケアが効果的です。特にリンパ管の弁を開く弱い刺激のケアは、むくみの解消や免疫機能の向上に役立ちます。また十分な水分摂取も重要で、リンパ液の酸性を助けます。皮膚の健康を保つためには適切なスキンケアも欠かせません。洗顔や入浴で皮脂や汚れを落とし、保湿することで皮膚のバリア機能を維持します。紫外線対策も重要で、日焼け止めの使用や日陰の活用が推奨されます。栄養面ではビタミン C や E などの抗酸化物質が豊富な食品を摂ることで皮膚の老化を防ぎます。また良質なタンパク質はコラーゲンの生成を助け、皮膚の弾力性を保つのに役立ちます。ストレスも皮膚とリンパ系に大きな影響を与えます。ストレスホルモンの分泌は免疫機能を低下させ、皮膚トラブルを引き起こす可能性があります。適度な休息や睡眠、ストレス解消法の実践が大切です。皮膚とリンパ系は外部環境と体内環境の境界線で重要な役割を果たしています。